よくも、よくも私の妹をさらってくれましたね。ち、先行、お友達と一緒にまた殺されてみたいだな。いいぜ、いいぜ、全員でかかってこい。サライの呼吸が浅い。回復しても前のように元気に走り回れるだろうか。ユージオ、あとは私が。他の子は暗黒海軍に任せたわ。ありがとう。じゃあ僕も行ってくる。あいつは許せない。なぜこんなことに。今まで頑張ってきたのは、サライのような子供に自分と同じ悲しみを味わわせたくなかったからなのに、一番小さな友達すら守れないなんて。ドロシー、セルカ、サライ、君たちをあんな男の毒牙にかけさせはしない。守るよ、隠れてて。あ、召喚も、召喚も戦わなくては。でも、でも立ち上がって戦う先に何があるというのだろう。今日までずっと頑張ってきた。なのに待っていたのは絶望だけだった。これから先も頑張ったって召喚は。ドロシー、ゴミクズ、捨てられた子供、お前何のために生きてんだ。死んだ方がいいんじゃねえの。ドロシー、サライ、気がついたのですね。あまり喋らないで、反省に、反省にしないと。ドロシー、どうしたの。お目目痛いの。大丈夫です、大丈夫ですよ。召喚などより君が。サライ、ドロシー、守れた。いつもしてくれたこと返せた。サライ、そんなこと考えていたのですか。いつも考えてるよ、ドロシーのこと。ねえ、キリトと喧嘩しないで。ダメだよ、キリトはドロシーの友達でしょ。違うの。そうです、友達です。大好きな友達です。君も、君も大好きな友達です。失いたくない。ドロシー、サライがいるよ。泣かないで。お父さんやお母さんがいなくたって、サライにはドロシーがいるのと同じ。ドロシーだけはサライの味方だもん。ねえ、泣かないで、ドロシー。サライ、そばにいるよ。お前のやり口はよく知ってるよ。人を争わせ、憎しみの種をまいて、次の争いを引き起こす。 SAO 時代はその手で散々引っかき回されたけど、このアンダーワールドじゃお前の好きにはさせない。これ以上絶対に。つれないこと言うな。ようやくこの時が来たんだ。アインクラッドの護送で殺そうとしても殺せなかった時から、俺が望むのはお前だけだった。俺はお前を愛してるんだぜ、キリト。お前が汚れないまま生きる姿を見るのが好きだ。だから俺が殺してしまいたい。わかるか？愛なんだよ。安心しな、お前を殺した後、先行も
他の連中も一人残さず棺桶にぶち込んでやるよ。いつまでも侮ってもらっちゃ困るわ。以前の私たちとは違うわよ。女神の鉄槌食らわせてやるわ。悪いけど私たちあんたをボッコボコにするって決めてるの。後悔させます、絶対に。あなたがしたこと忘れてません。ええ、あなたの策略でどれだけ SAO 時代苦しめられたか。それに何よりあなたはカイナンさんを殺した。絶対に許さない。始めるぞ。やっと。どんな相手でも貫く。死んでいい人なんて一人もいない。お前に殺された人たちはゴミクズなんかじゃない。人間だ、生きている人間だ。ここで生きる人たちをバカにするな。お前が見下していい存在じゃない。
な。 SAO ならまだしも、こっちなんてまさにゴミクズだろ。 あれか、あのどんくさいおっさんのこと言ってんのか。あんなんガスだろ。価値ねえよあんなやつ。あいつだけじゃねえ。この世界で生きてる奴らは所詮アリスのための生贄だ。道具だ。ゴミクズだ。価値はねえ。お前も、お前も、お前も、お前もな。価値がない。神様側の人間は残酷だ。みんな、さ、いいから、いいから、に、ぎゃ、って。価値がないのですか？本当に？あの人も、あの人も、あの人も、本当は死んではいけなかったはずでしょ。殺された人たちも、死なせてしまった人たちも、本当はそうなりたくなかったはず。でも、与えられた生を精一杯生きた。生きた。その人たちが価値がない。侮辱するな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 。この世界を侮辱するな。んなもん当たらねえ。てめえ、そっちが狙いか。キリト、イメージしろ。強さが力を握る。イメージするんだ。悪いが、もうおしゃべりも終わりだ。お前の体に剣の記憶を流し込んだ。ルーリットの村で悪魔の多すぎと呼ばれた大樹だ。ざっと200年は生きてる気さ。おい、キルト、ブラッキー。中と外、戦いに決着がついた時、お前が STL から出してもらえるのかどうか俺には分からないが、仲間が助けてくれることを祈っておくんだな。ことが終われば、この世界でのお前は暗黒界最強の騎士の手で切られてしまうだろうさ。お前が簡単に死ねと言った女の子は、この世界でちゃんと愛されて生きてるんだ。報復を震えて待っていろ。くひりと、てめえ、これで問題ないはず。ドロシーさん、どう？
しい。ごめんね、ごめんね。サライがあのお兄ちゃんに余計なことを言ったからみんなを困らせた。ごめんね。サライ、君が悪いことなんて一つもありません。あるとすればあるとすれば今召喚を抱きしめてくれないことです。召喚たちは仲良しの友達ではなかったのですか。あのキリト、君を傷つけて本当に、ドロシー、君を傷つけてごめん。違います、召喚が。いや、俺が先に傷つけたんだ。友達なのに君に嫌われるのが怖くて深い事情を話せなかった。本当にごめん。いいえ、君は異なる立場でありながらいつも寄り添ってくれていたのに、召喚が君を裏切ったんです。友達なのに疑って傷つける言葉を吐いた。ごめんなさい。まだ友達ですか。ずっと友達だよ、ドロシー。じゃあ最後まで君と共にあることを再度誓わせてください。キリト、今度は約束を疑えない。ガブリエルを倒しましょう。この世界に平和を取り戻す。もう誰も奪わせてはいけません。もちろんです。